スーパーマリオヨッシーアイランドは1995年8月5日に日本の任天堂から発売されたスーパーファミコン用横スクロールアクションゲーム通称ヨッシーアイランド開発中の仮タイトルはスーパーマリオブラザーズのヨッシーアイランド1990年発売のスーパーマリオワールドでマリオと共に冒険したキャラクターヨッシーが主役を務めるアクションゲーム 日本国外ではスーパーマリオワールドにヨッシーズアイランドのタイトルで発売されているがゲームシステムは前作と大きく異なりグラフィックには手書き風の絵柄が用いられている本作に登場するマリオは赤ん坊の姿をしておりゲーム内ではマリオではなく赤ちゃんの呼び名で一貫しているヨッシーは卵を投擲用の道具とする卵投げや ジャンプボタンを押し続けることでより遠くまで飛べるふんわりジャンプなど従来のスーパーマリオシリーズにはなかった様々なアクションを用いる。開発は任天堂情報開発本部及び SRD が行い、プロデューサーは宮本茂、ディレクターは手塚隆中郷敏彦、日野茂文、紺野秀樹、音楽は 近藤工事など、これまでのスーパーマリオシリーズに多く携わってきたスタッフが参加している。発売当時は、スーパーファミコン用ソフトの価格が全般に高騰していた時期であり、本作についても希望小売価格は税別9800円と、同梱版などを除いたマリオシリーズでは最も高価なソフトとなっている。2002年9月20日には、本作の移植版と、 マリオブラザーズのリメイク版がセットになったゲームボーイアドバンス用ソフトスーパーマリオアドバンス3が発売された。本作のロムカセットにはスーパーファミコン用ソフトの描画性能を補強するコプロセッサスーパー FX チップが搭載されている。この仕様の関係で本作の移植は難しいとされていたが2017年10月5日に発売された。 スーパーファミコンの復刻版、ニンテンドークラシックミニスーパーファミコンに本作が収録され、2019年9月6日、配信開始のスーパーファミコンニンテンドースウィッチオンラインにも収録された。本作以降も、ヨッシーを主役にした同様のアクションゲームタイトルが複数登場している。ある日の夜、二つの布包みを加えた一羽のコウノトリが飛行していた。 コウノトリは、布にくるまれた双子の赤ちゃんを届けるべく、その子たちの両親のもとへ向かっていた。すると、突然、猛スピードで飛び迫る、謎の人物がコウノトリに襲いかかり、布包みを奪い去った。しかし、その者のが手にした包みは一つだけで、もう一つは地表へと落下していった。コウノトリを襲った者の正体は、クッパ王国に使える魔法使いカメックだった。 この双子の赤ちゃんが将来クッパ一族にとって脅威になるという自らの占いで判明し、二人の赤ちゃんをクッパ一族の配下に招き入れるという作戦に基づいた犯行だったが、片方の赤ちゃんを誘拐し、損ねたことを知ったカメックは部下に捜索を命じた。一方、上空から落下した赤ちゃんは、ヨッシーたちが暮らす島、ヨッシーアイランドに住む一匹のヨッシーの背中に、 着陸指南を逃れる。赤ちゃんを保護したヨッシーたちが今後について相談している中、赤ちゃんは一つの方向を指さした。ヨッシーたちは手分けして赤ちゃんを運ぶことを決め、差し示された目的地へと向け出発する。本作には6つのワールドがあり、それぞれ8つの基本ステージが含まれている。通常ステージではゴール地点にあるルーレットの輪をくぐるとクリアとなる。 各ワールドの4ステージ目では中ボス戦、8ステージ目では大ボス戦がある。一度クリアしたステージは任意のものを選択し繰り返しプレイできる。ヨッシーが敵に触れると背負っている赤ちゃんがヨッシーから離れ、シャボン玉に包まれた状態で宙に浮かぶ。この時、画面上に数字が表示され、徐々に減っていく。赤ちゃんを捕まえることで数字の減りは止まるが、例になると赤ちゃんが コカメックに連れ去られてミスとなる。スターのお守りの数はステージ開始時では10だが、ステージ内にあるアイテム、スターを取ることなどで最大30まで増やせる。また、赤ちゃんを助けた時にカウントが10未満だった場合は、10まで少しずつ回復する。各ステージには中間リングが設置されている。これを通過すると、その後ミスになってもリングの周辺から再開できるようになる。 また、通過時には、スターのお守りが10増える。各ステージのクリア後には、得点が表示される。これは、ステージ内にあるアイテム、赤コイン、スペシャルフラワー、クリア時点での、スターのお守りの取得状況によって決まり、100点満点で、算出される。この点数は、ゲームクリアには関係ないが、そのワールドのすべてのステージで100点を記録すると、スペシャルステージと、 ボーナスチャレンジがプレイできるようになる。すべてのステージで100点を取るとタイトル画面に星印が表示される。基本アイテムスペシャルアイテム講述のボーナスチャレンジまたはミニバトルで入手できる。ボス戦では使用できない。変身アイテム特定のステージではシャボン玉に包まれた以下の変身アイテムがある。このアイテムを取ると一定時間ヨッシーの姿が それぞれの形を模したものに変身する。ヨッシーの顔が描かれたヨッシーブロックに触れると元の姿に戻るが時間内に触れられなかった場合は元の姿になった上で使用地点まで強制的に戻される。ゴール地点にあるルーレットがフラワーのところに止まると以下の6つのミニゲームのうちランダムに選ばれた1つがプレイできる。また、 各ワールドの8ステージすべてで100点を取ると、そのワールドの選択画面にアイコンが追加され、そこから選択して、いつでもプレイできるようになる。特定のステージにある鍵穴付き扉を開けるとプレイできるミニゲーム。ヨッシーと敵キャラクターのボロ動画様々な条件下で対戦し、勝利するとヨッシーの残り数が増えたり、スペシャルアイテムがもらえたりする。 ゲーム中の隠しメッセージで提示されるコマンドをステージ選択画面で入力することにより二人対戦も可能。スーパーマリオアドバンス3は2002年9月20日に任天堂より発売されたゲームボーイアドバンス用アクションゲーム。パッケージ上の副題はヨッシーアイランドマリオブラザーズ。スーパーファミコン用ソフトスーパーマリオヨッシーアイランドの内容を移植し、 いくつかの要素が追加、変更された。2011年12月16日には、n i n t e ー d 3DS 本体の早期購入者を対象としたアンバサダープログラムとして、n i n t e ー d 3DS 用のバーチャルコンソールが無料配信された。また、2014年10月15日より、Wii U 用のバーチャルコンソールが有料配信されている。ゲーム誌、f a m i のクロスレビューでは、 合計31点でシルバー電動を獲得したスーパーマリオアドバンスさんに関するカテゴリーありがとうございます。